9月9日晴れ。今日も渡部さんと電話でお話ししました。私はどうすればいいのか聞いてみました。サチさんは何もしなくていいです。適当に話を合わせてください。あと当日は渚さんの名前を貸してもらいます。構わない？ええ、構いません。いつも用件だけで電話が終わってしまいます。考えてみると私は渡部さんのことを何も知りません。電話を切る前に私は渡部さんにお願いをしました。オフ会の前に一度会えませんか？いいですよと返事が返ってきました。私たちもっと話をしなくちゃいけないと思うんです。渡部さんをもっと知りたい。